はい、皆さんこんにちは。この音とまれブルーレイボリューム3をご覧いただきありがとうございます。倉田武蔵役榎木純也です。こちらは音声特典のオーディオコメンタリーです。これから第7話知られざる音の葉のコメンタリーをお送りします。一緒にお送りするのはイエーイ。どうしたテンション。ほおずき里和役の種崎あつみです。よろしくお願いします。そして皆さんこんにちは、クルスヒロ役の松本さらです。あーもう嬉しいですね。よろしくお願いします。ちょっとなんか緊張してません？だいぶ緊張してます ね。こういうオーディオコメンタリーとかはやったことが私初めてなんです。初めてなんです。コメンタリーいただきます。確かに。というわけでこんにちは。もうめっきり梅雨ですね。今撮ってるのは梅雨です。この音とまれブルーレイボリューム3をご覧いただきありがとうございます。倉田武蔵役榎木純也です。ほおずき里和役種崎あつみです。そしてごめんなさい。どうしたの？台本は気にしないでください。結構こんな緩い始まりの。あ、もうちょっと自由にやってください。はい、大鳥和沙役桜彩音です。はい、ということで第8話、道しるべのオーディオコメンタリーはこの方と、ああそういうことね、逆になってるのね。桜さんと3人でお送りしていきます。はい、というグダグダ具合です、ね、すごいこんな緩いスタートは、はい、なかなかないかも。こんにちは、この音とまれブルーレイボリューム3をご覧いただきありがとうございます。ほおずき里和役の種崎あつみです。はい、倉田武蔵役榎木純也です。はい、そして桐生陽介役寺島純太です。お、はい、寺島は寺島でも純太くんの方が。そうでした。そうなんですよね。あのちょっとねややこしくて、あの明瞭のね先生も寺島拓馬さんで、そうそう、新しいあの初めて出てくるキャラクター両方ともキャスト寺島っていう現象がね。今日朝オーディオコメンタリー、今日俺誰か知らなかったから、はいはいはい、今日誰ですかって言ったら、寺島さんですって言われて、うん、拓馬さんか、じゃあもう全部任せとけばやってくれるなって楽だなって思ったら残念だったな。